いやでもこれほんと私調べで、うん、相場やるやつモテるしキルジョイやる男はプライド高いっていう。あれでのんでりだ。いやーひどい、気にしてるのに。でも魅力的だと思うよ、でかいのも。多様性ね。いや私でナンパされたことあるから。いいだってこいつ相手こんなキャラしかいないよ。マジかよ、あっち行こうかな。半ぐらいからフルパやるっぽい。まあ今日は俺がディスコ一番に入っといてやるかと。はい、俺が一番最初と。お疲れ様です。2番目じゃん、お疲れ。まあまあまあ、まあ、ちょっと遅かったかな。いや、空気読んでました。読んでたか。いますよね。うん、配信してるよね。してるしてる。あ、オッケーです、オッケーです。じゃあ再開予想しましょう。再開予想？あ、絶対Qさんやろ。アデデ。おお、アデデか。空気読んで多分最後に来る、配信してるから。いや、ディスコ気づかない説あるな、ノリ焼きアデデ。だってメカニックしてるって。いや、だからそうよ。だから一番最後やと思うよ。メカニックしてるって。今日何時起きた？兄さん。え、今日？うん、朝の9時ぐらい。え、そう、昨日終わってすぐ寝て、うん、9時に起きてずっと起きてる。えら、最近健康的なんですよね。普段はじゃあ何時間ぐらい寝る？え、普段？うん、え、なんか予定ある日の方が。あ、お疲れ様です。あ、キュウさん早かったな。いいじゃん。予定ある日の方が予定ギリギリまで寝るけど、うん、ない日に限ってなんか早起きとかしちゃう。あれでしょ、あの遠足的な感じじゃないの、ワクワクしちゃうとかそういうのじゃない？あ、え、そうなんかな。朝起きるの眠すぎ。何の話っす。俺は、何時に起きました？8時。8時に起きた今日は。朝の？うん、夜。はい、あ、夜かい。さっき起きた。 今や、今さっき起きた。さんは？俺は今日12時。お昼の6時ぐらいに寝て。おー、朝の6時に寝て。なんか最近あんま寝れないんで、そんくらいに。いや、わかります。いや、いいな。俺も行ってみては。なんか寝れねえんだよな最近って。いや、若いな。何時間睡眠？余裕で14時間ぐらい寝てたよ。中学生や。いや、マジでやばい。中学生の夏休み。なんでこんな寝る？睡眠時間。運動してる以外の時間何してるんですか？寝る。寝るか、マジで漫画読んでるか、二択。え、クラッチさんってなんか、めっちゃ勝手なイメージだけど。うん。うん、なんか飲み会大好き。全然言ってない。ウェイみたいなイメージあるけど。あ、ウェイよ、ウェイよ、だいぶウェイよ。誰が？俺、俺。ウェイよ。ヨシさんもやばいでしょ。ねえ。ウェイか。だいぶウェイ。暇があればクラブ行ってるでしょ。ウェイ。もう返事までウェイになってる。ヨシさん、3分前までメカニックしてません？キュウさんや、まあ、エイム練習だよね、やっぱ。キュウさん、クラブでね。キュウさん、キュウさん、キュウさん。え、ログインしてる？よいしょ。まし、います、います。してないんよ。バンダルブルドッグで。北ヘイブン。108種類の離婚いけます。煩悩の数だね。かっけぇ。あ、そばやりたい？キュウさん。いや、いいっすよ。モテたいの？さんのモテ力には負けるんで、ね、だよね。だよね。いやでもこれほんと私調べで、うん、相場やるやつモテるしキルジョイやる男はプライド高いっていう。キルジョイなんだ。キルジョイはプライド高いよ。待って待って、はい、クラッチさんのキルジョイ。行くぞ、気合入れていくぞ。ド偏見、ド偏見バラ。今2連敗してるからね。ここ勝たないよ。頑張りましょうか。頑張りましょうか。ブリーチダメなんでしょうか。ブリーチちゃうよ。何が違うんや。
ブリーチいいのいな。逆にジェットはジェット。ジェット？ジェットジェット。いやもうジェットはもうそれはもう生きりかガチか。そういうこと。生きりかガチか。生きりかガチ。もうモテるモテないとかじゃないとか言っちゃったもん。生きりかイケメンかみたいなとこある。あー結構ブレがあるんだ。そうそうそう。イケメンで言うとどのパターンもあんじゃない。これは。なんか俺イキリの方だな。イキリイキリイケメンの可能性ないの？イキリイケメンの。あるよねそのパターン。フラッシュ出すから待ってって言われて前に行くやつやっぱイキリじゃない。いやでもやっぱ絶対ジェットやる理由ってなんかちょっと最初ちょっとやっぱかっこいいプレイしたいからじゃないですか。やっぱ。だとか。そうそうそう見てなんかわジェットってキャラかっけーみたいな。一等級じゃなりたい。打ち合う回数が多い、ね。ギター始める人のみたいな理由みたいな感じ。モテたいから。モテたいから。攻撃範囲広いね。大攻撃範囲広い。K4 部に喧嘩打ったで今。いや大体ギター始める人モテたいからですよ。なあそんなもんない。それはそう。それはそう。それはそうなの。ああそれはそう。どうしようかな。やべどこだっけここだ。ラズリコン行けます。おお。そこから打たない。え？さすがそこから打たない。どっちかどっちもあるどっちもある二種類。あれ。ライディング。おめ。わあいや一発当たってる。はいリコン。もう行くよこれ。行くぞ。当たってる。右あったあっちあっち裏見るわ俺バイクタルト刺すわいやこれもう来てそうだな裏大丈夫裏大丈夫ガレージちょっとわからんガレージいるあショートごめん体見えてたうわいるんだよね最強なんて抜かれたかいや抜かれたわ抜かれてた We doing this or what? ワンチャンはみ出てたかシリいいでかくてごめんごめんなさいあれで飲んでりだいやひどい気にしてるのに女の子にケツでかいなんて昔からケツがでかいの気にしてんのに知らん知らん知らんひどいでも魅力的だと思うよケツでかいのも多様性ね。いや私ケツでナンパされたことあるから。チャリこいでたら。めちゃくちゃ強い。エショペエショペ。背中引いた。マジマド注意。ほいよ。手前。55。まあ。Q さん、はい、今まで行った海外で一番良かったとこどこですか？これはやっぱアイスランドっすね。おお、いいな。あの白夜のとこですか？あ、そうですそうです。ああ、アイスランドなんだ。白夜のとこなんだ。白夜ですね。オーロラ、さまざまなものが。ロマンチックじゃん、Q さん。クラッチさんすぐそういう方に行くよね。すぐ女。うん、全部それ。ロマンチックって女に行くん？そんなことないけど。デートにいいよね、みたいな感じの。クラッチさん自体がそういうイメージ持たれてるけど。違うでしょ。ねえ。クラッチブ、クラッチロマンチックはそういうイメージなの。そんな含みはなかったよ。いやマジで。自然というか人少ないし人口も少ないし静かだしそういう方が好きなんですねやっぱ人少なくて自然があって静かな場所が好きなんで田舎が好きなんだじゃあそうそうはいはいはいペリザー100ビットありがとうございますありがとう生まれたばっかの姿みたいな感じ、うん、本当にそのまま残ってるような、めっちゃ寒いんじゃないですか多分うんなんか偶然俺らいたときにオーロラが見えるときがあって、うん、でなんかこうロビーに買い物行ってでそのときに警備員のおっちゃんたちにオーロラ見えるから写真撮った方がいいよって言われてえいいなめっちゃ薄着で外に勢いよと出たらありえんぐらい寒くて
そらそうよ、うん、ありえんぐらい寒いから一回中に帰って作戦会議してあそこで写真撮ろうっつってダッシュでガン出してフィードバックえ、見れたんですかってことは見れましたよ。すごーもうなんかブレブレの写真としか撮れなかったけどさすがに2枚目行く気力なかった。寒すぎていいなー。どうやった綺麗だった。いやめっちゃロマンチックだった。いやほんと綺麗だったよ。しかもなんか見れるタイミングの一番最後みたいな、もう見れない。シーズンがあるんやオーロラって。あるある。けどマジで人生で一回も見れないみたいなものだから、うん、なんか見に行くツアーがあっても見えな い, いな運が良くないと見れないってことでしょ、うん、ロケとかも見れなかったみたいなのありますよね。ああ、そっち系か。え、マップ。ああ、マップマップ。あ、マップか。ごめん急に急にごめんね、ぶつ切りしちゃった。急に話マジか、そっち系か。神様マジかみたいな感じになってたもん今。情報テレビからなんだみたいな。違うごめんごめんごめん。ごめん急に。ロマンチックじゃなかったよね。いやー、まあブリーズは割といいんじゃない？おー、ブリーズロマンチック。割といい感じ？うん。日本語むずいな。え、じゃあデートするならブリーズ？いや今考えてる、うん、いやもう私決まった。浜辺あるからね、でもね、うん、確かにブリーズだ、俺はブリーズあるか。あワンエンさんも美味しい、ね、いやこれね、違います、うん、違います違うとかあんだ。これ違います。パールか、もしかして。いや違います。違うんだ。正解の方アセントです。アセント、なんで？なんで？だってジェラート屋さんあるんですよ。ジェラート屋さん、そんなピザ屋さんもあるしマーケットもあるし、女の子が大好きな。そうなんだ、なるほど。俺もそう思ってたんだよな。まあ俺もそれはなんか逆にそれ普通すぎるかなと思って。空に浮かんでるからめっちゃ映えるし、エイトにアセントなんかもう一生知ってるわ、まあ、ここみたいな感じになりそうだよね。フラクチャーとか行こうとしてたもん、ね、もう日飽きたわ。フラクチャー嫌すぎ。ロープ楽しくない？一番嫌だ。一緒にね、ロープ乗ろう、ロープ乗ろうつってロープマジウケるんやけどつってね、遊べるよ、みんな2人で、ね、フラクチャー嫌すぎ。だったら研究室みたいなところですよ。でも A サイトと B サイトの移動しやすいし、うん、あと食堂もあるからね。食堂もあるから、ご飯も食べれる。食堂嫌すぎデートで。カフェで頼む。カフェ食堂で定食。食堂嫌。あ、どうしようかな。俺スカイがいい？フェイドでいい？どっちにしろ。うん、フェイドは強いよ。いいんじゃない？フェイド強いよな。行こう。そうなんや。顔面が好きなんや、フェイドは。え、前。うん、変わる前のフェードはちゃう。あのモザイクやん、あれ。あれモザイクだよ。クール系が好きなんだ。いやだ、可愛い系いなくない？だってじゃあデッドロックじゃない？デッドロックはね、いい。いいんだ噛み締めるように。いいんだ。デッドロックいい。政治かデッドロックは？政治かデッドロックか、どっちもいいね。もう何でもいいやん。何でもいい。女なら何でもいい。レイナは？レイナ違う。ちょっと違う。レイナ違うんだ。うん、違う。ちょっと違うわ。いや、なんか違うんだよな。ちょっと怖いよね。バイパーは？スーコン。あ、フナティックじゃん。あ、違います、クラッチさん。バイパーはね、マジでいいよ。あ、いいんだ。うん。じゃあやろう。髪型一ボーナスあるからね、俺、バイパーは。あー、わかる。うん、いや。ジェットは？ジェットはね、いい。なんでもいいやん、もう。ジェットもいい。でも、トラさんは違うわ。トラさん、トラさん。トラさんはちょっと違う。アストラ？うん。あー。アストラとレイザーもなんかめっちゃ仲いい友達みたいな感じする。
女の子しね。そう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 。あとレイズ。だってこいつ相手。え？女キャラしかいないよ。マジかよ。あっち行こうかな。本当だ。女しかいない。多分それ狙ったねこれね。うん。僕だ。あ、いるいるいる、トラックへ、トラックへ、トラックへ、オペかも。なんか映ってた。ナイス。僕行ける？行ける。何行ける？普通な僕ね。あ、オッケーオッケー。もうカップ。シャークだと思う。まだ一人なんか撃てれる。なんか見えてる見えてる。逃げた逃げた。One enemy remaining。ヘブンわかんないかな。俺ウルトいらないからいっちゃってもいいよ。でワンチャン溜まる。また。ルルルルル。はい。いいよ。ワンチャン溜まるで。シャワー取れるね毎回。それは。Thanks。あれ間に合わないねフラッシュ。俺間に合わん。オッケーオッケー。あ、いいよ。あ、ね、回収しようとしてんだよね。あ、回収。回収してる。フラッシュ入れる。早いかも。いないわ。ナイスナイス。オッケー。入ってくる。ナイス。したい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 。したいしたいだね。俺のこれ、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 俺のこれ。いや、しなしな。あ、シャワー2枚、シャワー2枚。シャワー2量。ワイパー結構食らってた、今。ショートホールドできそう。これキエさん。本当にゆっくりして、本当にゆっくりして、これ。進行していいよ、クラスさん。あるのここだけ。ショートない。私シャワーから入ってきたら見える。ナイス。3対1。バイクダウン A。もう全然奥よ、俺。これ乗った歯ぐき、乗った歯ぐき。全部ホールドでマジ悪い。スパイク取った。取った取った。スパイク取った。取らせて取らせて。マジで歯ぐきダメだ。スパイク取ったなら。やばい。本当にダメだこれ。本当にダメです。30 seconds left。一緒に行こう、一緒に行こう。外。あたしだけ行く。飛んだ。ワイヤー、ワイヤーある、ワイヤーある、ワイヤーある。カメラ見れる。帰った、帰った、帰った、帰った。外、外、外。あ、これ相手も時間ないから。ショートからしかない、ショートからしかない。絶対。取り出そう、飛び出そう。え、ビーロン歩くね。いや、大丈夫。ビーだったら2で行こう。あ、外。外。セチョン出る、セチョン出る。ピーク。ナイス。ナイス。ちょうどいい、ちょうどいい。ナイス。